アラームさこんちは。ゆひそれでは今回なんですけども、ペイペイ最大10%還元10月からペイペイ新キャンペーン、街角ペイペイ始まるということで、今回はペイペイのキャッシュレッション者還元事業のことについてと、新キャンペーンについてお伝えしていきます。 まず、キャンペーンの紹介の前に見てほしいのがこちらですね。今回、ペイペイのキャッシュレス消費者還元事業でのボーナスの件ですね。キャッシュレス消費者還元事業とは、今度の2019年10月1日の増税で、対象の加盟店にてキャッシュレス決済を行ったら2、2%もしくは5%の還元を受けることができる取り組みです。 a y イペイの場合はこちらの画像を見ていただきたいんですが、対象の加盟店で決済をしたら、まず左の画像のようにボーナスが還元されるということ、そして見えにくくて申し訳ないんですが、右の画面なんですけども、小さくキャッシュレス消費者還元確保2%という感じで、対象の加盟店であれば別に還元されることが表示されるので、比較的わかりやすい仕組みになっています。 一応対象の加盟店の確認としたらこちらのポスターが貼っているあるところであれば最低でも2%もしくは5%が還元されるということですね。 それを踏まえて早速今回10月から始まるペイペイのキャンペーンについて解説していこうと思います。こちらなんですけども、当店ならペイペイでもっとお得、消費者還元事業なら5%、それに上乗せして合計で最大10%が戻ってくるということですね。キャンペーンの詳細の前にちょっとしたペイペイからの変更点なんですけども、まずペイペイチャンスなんですが、これまで20回に1回の確率で最大1000円相当のペイペイボーナスが当たってたんですが、それが25回に1回の確率で 1> 1回の確率で最大100円相当が当たるということ。そして、100回に1回の確率で最大1000円相当が当たるという感じですね。あとは、これまで PayPay ペイペイ残高やヤフーカードの場合は、常に3%還元。そしてヤフーカード以外のクレジットカードでしたら、0.5%還元だったんですけども、これ通常還元がなんと、1.5%の還元と、 あと、ヤフーカードを除くクレジットカードの場合はもう対象外ということになります。そして今お伝えした情報をもとに、ここからはキャンペーンの詳細ですね。まず、キャンペーンの詳細なんですけども、街角 PayPay 第1弾ということで、こちらの期間は10月の1日から11月の30日まで。で、対象店舗は PayPay ペイペイにおける還元事業の対象加盟店のうち、 5%還元の対象店舗となります。ここ大事ですね。今出てる赤い5%の還元のポスター、これが対象の加盟店となります。 ま、この中に PayPay のマークが入ってればバッチリということですね。簡単に内容としたらキャンペーンの期間中に対象店舗で PayPay 決済をしたら今回のキャッシュレス還元事業の5%に加えて通常の PayPay の還元の1.5%そして今回の街角 PayPay のキャンペーンの3.5%の PayPay ボーナスが加算されて最大10%が付与されるということになっています。ま、今出てる一覧表を見てもらいたいんですがキャッシュレス還元事業の5%還元であれば上に、ま、赤枠の のところに該当します5%プラス3.5%プラス1.5%イコールこれで10%ということになっていますまあ、これがキャッシュレス還元事業の2%の場合は 2%プラス街角 p ドペイペイには対象外なので、通常のペイペイの1.5%と合わせて3.5%ということになっています。付与上限なんですけども、まずこの還元事業による還元の場合は、1回あたり付与上限は2万5千円相当。そして、そして街角 p ペ a ペイ第1弾による5%が付与の場合は、1回あたり付与上限は1000円相当という感じですね。まあこちらはペイペイ残高またはヤフーカードで決済した場合の ペイペイボーナスが付与される時の例なんですけども、これは一つだけピックアップします。一回あたり5000円のお買い物をしたら、還元事業による 還元で二百五十円相当がもらえると。そして、今回の街角ペイペイで二百五十円。これで五百円相当ということですね。ちなみに、ボーナス付与は、これまでと同じように、翌月の二十日前後ということになっています。あそんなこんなで、今回は、ペイペイの消費者還元事業とキャンペーンについてお伝えしましたが、まあ、思ったより突っ込みたくなる場所がいくつかあったと思います。ペイペイの通常の決済が三パーセントから一点五パーセントになっていたり。ペイペイチャンスも。まさかの百円相当。あとは、千円が当たるのは百回に一回の確率。 ななっているなど、まあ、様々ありますね、まあ、僕の動画をよく見てくれている方であればご存知かと思いますが要点だけ絞ってお伝えしているのでしっかりとご自身の目で公式ページに目一度目を通すことをお勧めします、まあ、下の概要欄に今回お伝えした PayPay ペイペイのキャッシュレス還元事業についてのお知らせと街角 PayPay ペイペイに関するリンクを貼ってますので気になる方はぜひですねチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました